こんにちは。今日はルクルゼでご飯を炊いてみたいと思います。上手に炊けるか楽しみです。お鍋にはもう2合のお米が入ってます。うちは無洗米を使うので研がないでこのまま使いたいと思います。2合のお水に対してお水が 400cc、 そしてこれを30分浸水させます。では30分後にまたお目にかかります。赤いルクルゼも可愛いな。次はちょっとちっちゃめのルクルゼココットのオレンジ色か赤いの欲しいな。けんちゃん、ご飯炊けるよ。待っててね。はい、30分経ったので、いよいよお鍋に火をつけたいと思います。中火で13分煮ていきます。沸騰させます。こんなもんでいいのかな、中火って。ふつふつしてきたよ。そろそろ弱火にする合図かな。あともうちょっと1分待ってみよう。はい、では火を弱火にします。弱火、火を弱火にしてまた13分煮ます。そろそろ炊き上がります。ちゃんと炊けてるかな。はい、では加熱はこれで終わりです。隣の冷めてる方のコンロに移して蒸らしをあと10分待ちます。10分後楽しみでございます。火止めてあるのにまたグツグツいってる。はい、では蒸らしも終わったので蓋を開けてみますよ。オープン。わー、湯気で見えない。わ、おいしそう。すごい真っ白、ふっくら炊けてる。大成功だ。やった、初炊飯おめでとう。開けて、よいしょ。うわー、うん、炊けてる炊けてる、全部炊けてる。あ、ちょっとお焦げができてましたけど、あー、まあまあいいでしょう。これも美味しいもんね。はーい、ではお昼の支度ができました。ルクルーゼで炊いた美味しそうなご飯と、あと鮭を焼いたのと塩昆布。ではいただきたいと思います。いやー、幸せ。ではご飯からいただきます。あー、お鍋でご飯炊いたの初めてだ。あー、うまそう。うん、うん、おいしい。硬さも私好みバッチリ。おいしい。
なんかご飯だけでも食べれちゃうね。うん、もち米みたいな感じ。うん、おいしい。じゃあせっかくだからね、お魚も鮭も食べよう。おいしそう。おいしく焼けた。うん、おいしい。お魚と白米最高。あと合間に昆布。うん、おいしい。いやー、しかし本当にルクルーゼで炊いたご飯とっても美味しかったです。また炊いてみたいと思いますね。結構短時間で炊けちゃうから、コツさえつかめたらもう便利だと思います。それでは皆様、今日はルクルーゼで炊飯に挑戦した動画をお送りいたしました。ではまたね。ルクルーゼ買ってよかった。